今日はですね、森本選手がイタリア移籍決まったっていうことで、日本に一時帰国というか緊急帰国してるっていう、連絡が来まして、で、ちょっとここに来てほしいっていうことだったんで、ちょっと行ってみます。いやでもどこいるんだこれ、なんだしかもここ、どこだ。いやこれどこ、これだ。いやそうだ、絶対そうだ。あ、森本さん。あ、やす。あ、やす。こんにちは。こんにちは。すみません、遅くなりました。今日、はい、今ちょっとエビ釣ってて。え？というのは、はい、いや、すごい竿の、すごい竿の先端にすごい。というのはですね、はいはい、イタリアのシチリア島のチームに移籍が決まったんです。はい、あ、本当にそうなんですね。はい。はい、決まって、はい、カターナ、前いたカターニャっていうシチリア島のチームの、はい、同じ島にあるチームなんです。僕10年ぶりにシチリア島のチーム行くので、あ、はい、食事の面で、はい、やっぱ海に囲まれてて、はい、海鮮ものすごく美味しいんですよ。シチリア島って、あ、なんかそれっぽいですね。すごい綺麗なところだっていうのは、はい、だからそれを、はい、もう一回なんかお腹のトレーニングじゃないですけど、もう一回エビ、はい、エビで海鮮もの の食事を作って、エビが好きだったってことですもんね。そうす、中でもお腹、うん、をちょっとイタリア、シチリア仕様にこう慣らしていきたいなと思って。ああ、なるほど。食生活、はい、トレーニングとかサッカーも大事ですもんね。そういった食べるものとか、じゃああれです、今日なんか行きますか、どっか海の方とか行っちゃいます。いや、だから今エビいっぱい、こっち来てもらえる。あ、そっちですか。はい。見てください、エビ、いやエビいっぱい捕まえてるんで、これを後で調理して、今なんて、これをいっぱい、今エビいっぱい捕まえてるんで、はい、これを後で調理して、そう、イタリア、シチリア仕様にお腹鳴らしていきたいなっていう。いや、それザリガニ、あとかじゃないですよ。それザリガニっすよ。いやね、だからエビ食べたいんですよね。エビ食べたくて、エビ料理、エビ料理、そうエビ料理食べたいんですよね。そう。いや、それだったら、もっと、いや、これだってザリガニを食べるんですか。やば。ほら、見て。ほら、見て。いや、見てます。すげえ見てほしがる。すごいよ、ザリガニ。ザリガニみたいに来るよ。いや。ザリガニじゃん。ザリガニみたいにほら、ザリガニなんだって。ザリガニ。の動きしてますもん、完全に。綺麗なんです。これ海水だから、ここ。海水？うん、ここ？そんなんすか？これはエビ。エビ。エビの言い方可愛くないですか？ほら。めちゃくちゃ楽しそうに釣ってますよね。これずっと、いつから？3時間、朝一から。朝じゃないと釣れないから、エビって。いや。海鮮系の人たちは、はい、朝一か夜じゃないとこう活発じゃないから、活性が良くないから。いや、料理みたいな。今見てた3時間でこれ生きてるから。これ後で料理する。きつ。この暑さでその水にずっと入れてたんですか？とりあえずじゃあ、はい、行きますか。じゃあちょっと料理の場所に。
あ、え、マジでこれって食うんですか？ザリガニじゃない？え、もうほんとそれ食べるんですか？あとでそう、ご飯とこう、リゾットとうまくやって。ほら、きれい。動いてる。ザリガニすっごいザリガニが。じゃあちょっと料理しに近くのちょっとまた料理できるとこあるんで行きましょう。あ、分かりました。多分こっちなんですよね、なんか。いや、行きましょうっつって。こっちか。なんかめっちゃ走ってっちゃって、すげえ速くて、すごい速かったんですよね。どこ行ったんだよ、マジで。痛い。いや、マジで。オイス。いや、オイスじゃないんですよ。なんで走ったんですか？なんであそこで走ったんですか？はい、さっき釣ったエビを、はい、なんだろう、こう、はい、食えるようにしとかないといけなくて、この状態、はい、切ったりしてたから。いや、やばい。いや、めっちゃサバ、楽しみですね。久々の海鮮丼。どこが？いや、生海鮮丼。生海鮮丼ってなんか全然美味しそうじゃない。全然美味しそうじゃない。お米炊いてる。お米、え、これそうですか。え、ちゃんと海鮮系って。いや、海鮮でしょ。パエリア。あ、なるほど、うん、エビを普通に食べるだけじゃなくて、うん、ボイルするだけじゃなくて、そうパエリア。あ、なんか向こうっぽいですもんね。あ、それ何ですか？これ調味料。お、調味料と調理セット。あ、もうそれでさばいたりとかもしたんですね。そう。何のスイッチが？何のスイッチが入ったんですか？急に怖いですから、そういうの。楽しみですね。そうですね。久々の、はい、シチリア料理。シチリア料理、パエリア。パエリアってでもな。あ、よく食べてたんですか？そう、エビ。エビ。エビの言い方可愛いんだよ。エビ料理、パエリア。はいはい、シチリアさん。シチリア風味。はい。シチリア風味、パエリア。エビ料理。それ並べる意味があるんですか？シチリア料理。じゃあ、パスタとかやっぱり食べるんですか？イタリアだと。パスタ多いです、パスタ。ああ、何パスタ特に食べてたんですか？ここはね、結構そのトマト、シンプルな。ああ。トマト系パスタ。はい。あと、クリームパスタとか。ああ、なるほど。あと、ハム多いですね。プロシュートっていう。あー、なるほど。ハムだけで食べる感じですか？ハムとか、なんだろう、チーズ乗っけたりとか。あー、おしゃれてますね。エビとかもじゃあボイルして食べたりとか。エビもそうですね。あー、なるほど。
すごいっすね。まあ、普段からこんな感じでやってたんですか？いや、こんなふうにやってる。やってない。なるほど。初めてやります、今日。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。初めてなんだ。まあ、久しぶりに。久しぶりのシチリアの海鮮を食いたいから、最後この、このタイミングで、エビを釣って、はい、エビじゃないんですけど、ザリガニだったんですよ。エビを釣って、シチリア産風味、シチリア風味パエリア。シチリア風味って何なんだろう。食べたくて。食べたくて。まあまあまあ、でも食べたいんだったら食べた方がいいですしね。それ、まあでも、もう、イタリアのチームっていうのはもう決まったんですよね、遺跡自体が。そうですね。どんな、海沿いっていう感じなんですか？その、シチリアとかどういう感じかわからないですけど。ね、まあ海沿いっちゃ海沿いです。あー。カターニャから車で1時間半ぐらいって聞きました。あー、なるほど。ちなみにその、昔いた時、その場所には行ったことあったんですか？いや、行ったことなかったです。あ、一回行ったかな。一回、ご飯食べに行った覚えがあります、ね。ああ、なるほど。その時。アグリジェントっていう町なんですよ。アグリジェント。はい。その時は何食べたんですか？その時も確か海鮮系エビ食べたと思います。ああ、じゃあもうやっぱそういうところでもまあ食べてるってことですね。そうです。ああ。じゃあまあでも場所が本拠地がそこでチームの名前とかってもう聞いちゃってもいいんですか？チームはアクラガス。アクラガス。アクラガス。おー。ユニフォームとか何色のチームなんですか？なんか水色と白でしょ。ああ、なるほど、うん。ラツィオみたいな感じですか、昔の？いや、もっと薄い。もっと薄い。白強いです。それもう白じゃないんですか？まあでも水色入ってたんで。ああ、そうなんですか。はい。ここはあの縦島とか横島とか。そうですね。すごいっすね。ここからイタリアにまた戻るってなかなかいるんですか、他の選手で。どうだろう、ヨーロッパに戻るというか。まあでもセリエ D っていうカテゴリーは別として、はい、イタリアで最後この晩年にプレーできるっていう、自分の中で、なんだろう、ぼんやりながら思ってた部分もあったので、だからそれが今回こういう形でできるのは嬉しいですね。はい、できるのは嬉しいですね。長くプレーしたのがカターニャっていう。多分そう、一番長くしたのがカターニャ。最初のサッカーキャリアの中で。ベルディから始まってですもんね。そうですね。ベルディにいたら1年、何年くらいですか？あ、ベルディにプレーしたら2年半。2年半で、18歳の時にカターニャで、カターニャ行って、あ、途中ノバーラも挟みましたけども、それも合わせてカターニャ、ノバーラに、どれぐらいいたんですか？イタリアは6年半いました。6年半。じゃあこれはもう、もう第二の故郷じゃないですけどね。そうですね、本当にカターニャの友達とかもみんな喜んでくれて、あ、すごい連絡をしてくれて、はい、なんか行ってこうみんなに会えるのも楽しいし、はい、なんか行ってプレーするだけでみんな喜んでくれるのは、はい、なんかありがたいですね。ああ、そうなんですね。それなんですか？お醤油。醤油。醤油。醤油をさっき釣ったザリガニの中に入れて。はい。ザリガニでもほら見て、美味しい。ザリガニよく美味しいでしょ。あ、気持ち悪い気持ち悪い。いやだってその食べるもんじゃない。
え、それなんすか。塩、岩塩。岩塩。これは台湾で。あ、台湾岩塩。あ、すごい。それいいっすね。これもザリガニに入れる。え、何作るんでしたっけ。パエリア。パエリアですよね。はい、そうです。シチリア風味パエリア。で、風味ですよね。醤油と台湾の岩塩、岩塩。醤油こと。いや、すごい。いや、やばいな。よく言えたな。あ、見てください。お。おお。どうですか。まだまだです。まだなんだ。炊き上がったのかと思った。お腹シリア風にしたいから今日呼んでるんで、あ、まあ、僕も食べますけど。ああ、全然全然。はい。やっぱ来てもらったからにはやっぱいや食べてもらわないと味見ぐらいしてもらって、いや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 大丈夫です大丈夫です、マジでちょっと食べてもらう、ちょっと作るので、いやいやだってで、それぜひ、いやいやいや本当にマジでいいっす、ありがたいですよ、気持ちはシチリアのみたいな、でもなんか一緒にこう頑張ろうっていうその気持ちも込めて、何を頑張るの、ザリガニ一緒に、ザリガニって食べる、言っちゃってるんじゃないですか、ザリガニって、ザリガニなんかさ、食べてみる、塩と醤油で煮るやつ食べれないっすよ、やだよ、見てみてほら見て、すっごいよ、すごい、あーすごい、いいじゃないですか、炊けたんすか、炊けてる、あー炊けてる、炊けてないかと思った、いやー、いやだ、もう全然いっちゃってください、そしてこのエビちゃんを、エビちゃんが茹で上がるまで、うわ、いったいった、めっちゃエビじゃん、懐かしい、夏、きついきつい、きつい、やっぱダッサ、夏夏ってなんだ、シチリアだろ、え、シチリアって言ってたの、いや、パエリア、え、パエリア作るって言ってませんでした、パエリア、パエリアっすよね、うん、え、パエリアって、え、普通なんかだし、すげえ塩かける、すげえ塩かける、エビにすげえ塩かけんだな、やっぱりエビ釣りの時もめっちゃ、うん、めっちゃエビだ、超エビだ、パエリア、いやパエリアってだから一緒に最初から炊くというか煮るというかですよね、しょっぱくね、パエリア、いやパエリアじゃない、パそんなパエリア見たことない、いただきます、いや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 、うわ、うま、夏なに夏って、夏、夏でシチリアを感じたかったんですよね、シチリアですよね、どう、夏って何、うま、夏いや、それなんだよ、夏ってやつなんだよ、そんなこと言ってたっけな、夏、いやいや大丈夫です大丈夫です、本当にもうやだ、いや大丈夫です、あマジで本当にやめてください、いや本当に、いやマジで、いやちょっと、いやだ、いやだよー、いやいやだよ俺これそれ、いやだって見ちゃってるっすよ俺、ザリガニ、ザリガニ、いやじゃあちょっともうそのままいっちゃって食べちゃって大丈夫です、本当に美味しいよ、いやいやまあ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 、あれ、いやいやまあ気持ちは嬉しいですよ、シチリアのみたいな、
や本当に、いやマジで本当にマジで、いやマジで本当に、いやマジで。もう、おいしい。